はい、どうも、久保田です。高校英語の授業をしたいと思います。今回は形容詞の単元をやっているんですが、前回の動画で形容詞の、叙述用法と限定用法っていう大きく分けて2種類ありますよっていう話をしたんですが、それらの話とは別で、入試でよく出る形容詞の問われやすい点っていうのを今回は2点喋りたいと思います。それではやっていきましょう。はい、じゃあまず形容詞の入試で注意すべき点1、ここに書きました人を主語に取れない形容詞っていうのが中には存在します。そしてこれは叙述用法ですね。 SVC みたいな感じの C、保護の部分ですね。ここで使われるときに人を主語に取っちゃダメですよっていう形容詞を今から紹介したいと思います。この文章を見てください。あなたの都合が良ければ、これはね、もしみたいな条件説で書きましょう。あなたの都合が良ければメッセージを私に送ってください。はい、そして都合がいいっていうのは何か時間があったりすることだよね。完全に自由に書いていいんだったら、なんか have a free time みたいな感じで自由な時間を持っていればでもいいんですが、例えば今回ね、このコンビニエントを使いたいと思った、この状態でこの文章を英作文してみてください。はい、じゃあまずはよくある間違いの例を言いたいと思います。もしあなたの都合が良ければって言いたいときに if から始めるんですが、あなたが都合がいいならって書きたいと、だからここで if you are convenient こんな感じで書いちゃったら×だと思ってください。ちなみに後ろは簡単ですね。 please send me a message になります。で、ここ何がダメかというと、この convenient こいつを使ったときに、しかもね、 SVC 叙述用法で使ったときに人を主語に取るような書き方は、これ実はできないんですね。じゃあこのコンビニエントを同じような意味で使いたかったら、どのように書けばいいのかというと、実は見たことあるんですね。はい、こんな感じですね。If it is convenient for you. もしあなたにとって都合がいいなら、はい、please send me a message. 私にメッセージを送ってください。この意図はね、仮の意図みたいなものなんで、もっと厳密にここで to 何々って感じで、to 停止、何々することがあなたにとって都合がいいなら、みたいにどんどん膨らませることもできるんですが、どちらにせよ、人じゃないものを主語に置いているってのが大事だと思ってください。もちろん仮の意図以外でも、物などを主語にして、そいつが便利ですよ、これ便利って意味もあるからね、便利ですよって意味で SVC を作ることも当然できますが、何度も言います。人を主語にとって人 is convenient とかね、 I am convenient っていう書き方はやめてください。はい、というわけで人を主語に取れない形容詞の、その他の例っていうのをいろんな高校の文法書、有名どころから抜粋して表にしてみました。ただしね、後から喋りますが、実際取れちゃう形容詞も中には含んでるんで順番に見ていきます。はい、さっき喋ったコンビニエント、そして難しいや簡単の difficult や easy、危険なの dangerous、 そして当然のっていう natural、 必要なの necessary、 あとは可能な不可能なの possible、 impossible、 あとは楽しいとか嬉しいの pleasant、 これらの形容詞が一応ね、文法書では人を主語に取れませんよと書いてありますが、実際には取れちゃう文章、言葉ってかなり曖昧なので実際は使えちゃうよっていう例も何個かあるので喋っておきます。まずはこの dangerous なんですが、人 is dangerous、普通は使わないよっていう意味でここに書いてあるんですが、実際 I'm dangerous、 こういう歌のタイトルももろにあるくらい、一応文としては使われています。もちろん意味は私は危険なやつだとかね、これはきっといい意味でも悪い意味でも使うんでしょうが、そのような意味で実際使われています。もちろん私が今危険な状態にある、今やばい状況にあるっていうピンチの時には使いません。その時には be in danger、 dangerous を使わずに I'm in danger と書いてください。はい、次にこの米印ですね。difficult や easy、そしてここの impossible などは、これ自体ね、人を主語にとって、例えば後ろにこの to 不定詞を置いて、何々するのに簡単であるとか、何々するのに難しい、何々することができない、みたいな感じで、後ろから前にかかる書き方だったら、結構使います。例えば、he's easy to talk to、もしくは difficult to talk to、彼は話しかけやすい。話しかけにくいとかね、下です。
He is impossible to work with. まあ、彼は一緒に働きづらいとか、働くことができない。まあ、そういうような何かちょっと厄介な性格だっていう時に、このような表現を使うことが結構あります。だから、これらの表現っていうのは、実際は人を主語に取ることもあり得ます。で、もう一個紛らわしいのが、ナチュラルなんですが、これね、あをつけて、まあ、名詞的に使います。He's a natural. こうやって書くと、彼は、まあ、生まれ持った才能があるよ。つまり何かゲームとかやった時にね、初っ端からめちゃくちゃ上手かったとする。そうすると、He's a natural. こうやって言ってあげると、まあ、最高の褒め言葉になるんですね。実際これは形容詞としては使ってませんが、このように、一応人を主語にとって、あ、ナチュラルという言い方も結構出てくるので覚えてください。まあそんな感じで、ここに書いた表っていうのは、すべて等しく大事だとは言い切れないので、星印を書いたね、このコンビニエントとネッサリー、この二つっていうのは、このような紛らわしい書き方もないし、受験でも非常によく出てくるので、まあ最低限この二つは人を主語にしていたらおかしいぞと思ってあげてください。どちらも自分で書くときには仮の it を置いて it is 形容詞 for 人 to do などで書いてあげればバッチリだと思います。はい、じゃあ二番目の話をします。これはね、自分で英作文を書くときに気をつけてほしいんですが、fun っていう単語ありますね。これ、まあ、中学校で習うように、it's fun、楽しいですときにそういう風に、習うんですが、これの書き方でよくミスを犯します。まず、fun 自体は、名詞で楽しいことっていうのが基本的にはあると思ってください。あとはね、おまけで形容詞的に楽しい何々っていう用法もあります。ただしこれは限定用法なので、まあ、今から喋るミスをしないようにしてください。今まで習ってきた楽しいですの It's fun。これは実は上側の品詞として使っています。だから、まあ、中学レベルでよくこういう文章を書きましたね。It's fun to play soccer。サッカーをすることは楽しい。まあ、こういう風に書くのは全然難しくないんですが、ここの品詞をね、しっかりと考えないまま、書いていると、実は、とてもなどを強調的につけたいときにミスを犯します。つまり下の文章を見てください。It's very fun to play soccer. これ結構みんな書いちゃうんですが、これ間違いなのでやっちゃダメです。理由はさっき上で喋ったように、この fun 自体は名詞なんですね。だからね、very 自体はこうやって名詞に対してとても何々ってかかることはできません。じゃあこの fun っていう言葉にとてもに近いような強調語をつけてあげたいとなると何を書けばいいかというとこのようになります。はい。この文章もね、今まで一回ぐらい見たことありますね。It's a lot of fun to play soccer. このように書けばとても楽しい。つまり、たくさんの楽しいことだっていうことによって、この楽しいっていうのをさらに楽しいように書くことができます。もちろんね、たくさんのっていう意味だったら他の書き方もあるんですが、こいつがね、不可算名詞なのだけは覚えておいてください。だから、many とかで複数形の詞をつけるのはやめてください。そんな感じで、まずこのファンっていう書き方、これはおそらく自分で書くときに陥っちゃうミスなので、しっかり覚えておいてください。じゃあね、そもそもこのファンを楽しいの形容詞だって思っていた人、実は形容詞もあることはあるんです。例えばこんな使い方をします。はい、この文章も短いですが、読みます。I had a fun time. 私は楽しい時間を過ごしました。この時のファンっていうのは、楽しい時間って感じで、ちゃんと後ろの時間にかかっています。だから形容詞もあることはあるんですね。ただしね、こんな感じで後ろの名詞にかかる限定用法しかないので、そういう点からもこの上のファンですね。It's fun。こんな叙述用法で形容詞的に楽しいなんて書き方はできないと思ってください。はい、というわけで今回は形容詞の単元から入試でみんなが陥りがちなミス、間違いの、よくある2点を喋りました。特に前半に喋った人を形容詞に取ることができる形容詞、できない形容詞っていうのは、まあ4択問題の中で英検とか TOEIC 含めてほぼパターン化されているので、しっかりと覚えて間違いに気づけるようになってください。というわけで今回の動画は以上です。